徳島、何してんの？どうも、困った時は監督解任、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは J2 再開、混乱が続く徳島ヴォルティス。大塚製薬のサポートのもと J2 でもトップクラスの資金力を誇り、あのジーニアス柿谷も所属する徳島ですが、チームが成績不振から最下位に沈むと、監督解任からの強化部長辞任からの選手が電撃引退。何してんの？今回は具象が巻き起こす混乱の渦に飲まれている徳島ヴォルティスの現状を紹介していきます。レアルソシエダと育成業務を提携しており、スペイン人監督の下でポゼッションサッカーを培ってきた徳島は、2023年シーズンレアルソシエダで分析チームの責任者であり、分析コーチを務めていたラバインが監督に就任しました。しかしシーズン序盤から勝利に恵まれず、第31節時点で19位と昇格はおろか J3 降格寸前まで低迷。この結果を受けてラバイン監督は解任されましたが、客観的に多くの降格クラブの傾向を調べてきた降格クラブ専門家の僕からすると、過度にポゼッションサッカーにこだわるチームは多くの場合破滅が待っています。ポゼッションサッカーの怖いところは依存性の高さであり、一度ボールを回す快感に溺れてポゼッション中毒にはまってしまうと社会復帰は難しく、残留や昇格のためにポゼッション立ちを宣言して堅守速攻へのスタイルに変更しても、気づいたらペップが体を這いずり回り、ポゼッションに手を出すという再犯率の高さを目の当たりにしてきました。徳島にはまだ引き返せる道は残っていましたが、ラバインの後任に選ばれたのは、骨の髄までシャビ漬けになったポゼッションサッカーの売人吉田達磨。吉田監督といえば、多くのチームをポゼッション付けにしては破滅に追い込んできた経歴があり、徳島も J3 という沼に沈められるかと思われましたが、なんとか J2 に残留。しかしすでに徳島はもうポゼッションなしでは生きていけない、重度のポゼッション中毒に陥っており、2024年シーズンも吉田監督が続投すると開幕3連敗。そして3月13日に行われたルヴァンカップ1回戦では、長野パルセイロ相手に前半終了時点で3点のビハインドを追うと、敵地まで駆けつけていた徳島サポーターはハーフタイムで横断幕を撤去し、応援をボイコット。そしてこの騒動をきっかけにチームに大きな亀裂が入り始めます。吉田監督に干されてベンチ外が続き、シラフに戻っていた西谷がインスタにて、ヴォルティス本来のスタイルを取り戻すことが勝つための道しるべになります。ヴォルティスのスタイルこそが最高で最強です。自信を持って堂々と言えます。必ず取り戻します。そのためにも自分のできることを全力でやり続けます、と監督批判とも取れる投稿をすると、一部メディアはこの発言により西谷が全体練習から外されたと報じました。そんなごたごたがありながら迎えたザスパ草津との裏天王山では0対1で敗れ、ついに最下位に転落。この危機的状況に監督解任が囁かれましたが、試合後に柿谷は、間違いなく達磨さんが試合に向けて準備してきたことが今はめちゃくちゃ出てきていると思う、言葉が悪いかもしれませんけど最初とは違う、面白いくらいに選手はまとまっていて見てもらいたい、全員が勝つためにやっている、だから勝てるとは言えないけど、全員が何も疑いなく試合に臨めている、その姿勢はこれだけ長いことサッカー選手をやってきているけどすごいなと思う、それは達磨さんが作り上げてきたものやからさすがやなと思うし、その船に俺も乗らせてと言っているようなチーム状態だと感じていると語るなど、柿谷も完全に決まっちゃっている様子で、再開というボロボロの体に気づかないのか、改めてポゼッションの恐ろしさを目の当たりにしました。そしてこのチームの現状に我慢の限界を迎えたサポーターは、試合後に岸田社長を呼び出して吉田監督の解任を要求すると、岸田社長は10分だけ待ってくれと即座の回答を保留しました。吉田監督の解任が決定。さすがに解任を検討していた段階だったとは思いますが、サポーターに詰められて10分後に監督解任という前代未聞の解任劇となりました。そして正式に吉田監督が解任されると、それを追うように大塚製薬サッカー部時代からチームを支えた岡本強化本部長も辞任を発表。ややこしいことに吉田監督は選手たちからの人望が厚く、人はいいのに結果は出さないというある意味たちの悪い光の具象、
通の武将なら解任して終わりですが、吉田監督の場合はその人望から死後強まる念のように解任してもチームに大きな影響をもたらします。吉田監督が解任された翌日に今季から徳島に加入し、ここまでリーグ戦全試合に出場していた島川が突如現役引退を発表。シーズン開幕して間もない時期の異例の電撃引退であり、その理由が憶測を呼びましたが、島川は柏レイソルの下部組織出身で、柏のアンダー18や甲府で吉田監督の指導を受けており、2021年8月掲載のインタビュー記事では柏のアカデミー時代の同期にすごいメンバーが揃っていたことも大きいですけど、それ以上に辰馬さんに出会えたことが一番大きかったです。辰馬さんはサッカーが上手いから何なのという感じの人で、それよりもサッカーと向き合う姿勢だったり、一人の人間としてあるべき姿を教えてもらいました。あの人の出す雰囲気とか緊張感がすごすぎて、言葉で教えられたというより自然と身についた感じでしたね。だからもう神様みたいな存在でしたよ。今でも携帯の着信に辰馬さんの名前が出ると緊張します。と吉田信者と言えるほど慕っていたため、吉田監督の解任が引退を決意させたと見るのが自然でしょう。そして島川は自身の YouTube チャンネルにて引退を決断した経緯を明かしました。まずはシーズンが始まったばかり、そしてチームがとても苦しい状況の中、チームを離れること、サッカーをやめること、チームに迷惑をかけてしまったことを本当に申し訳なく思っています。引退の理由はどうしても許せないことがあったからです。僕の思いというのは全て社長にぶつけましたし、昨日の朝チームメイト、チームスタッフ、トレーナー、マネージャーの方々には自分の思いというのを伝えました。3日前の朝、僕は練習前に一人でグラウンドで走ることを日課にしていて、ただびっくりするぐらいパワーが湧いてこなくて、走ることがもう苦しくてきつくて、これはもうチームの力になれない、サッカーを続けることは難しいなと思い、社長に引退させてくださいと言いました。と引退の理由については具体的な明言は避けたものの、やはりタイミング的にも吉田監督の解任が引退を決断させたと思われます。さらに干されていた西矢とクラブが双方合意のもと契約解除に至ったという衝撃のニュースが飛び込んできました。西矢のインスタや柿谷のコメント、監督解任からの岡本本部長の辞任、そして突然すぎる島川の引退と西矢の対談、シーズン開幕して間もないながらいろんなことが起こりすぎており、徳島の選手間で吉田派と反吉田派とで分裂があったのではといった憶測も駆け巡っています。ただ一歩引いて事の経緯を見ていくと、結果を残せない監督の人望がすごすぎるということがこのねじれを起こしているだけのことにも見えます。大塚製薬の支えもあり、 J2 で豊富な資金力を誇る徳島ヴォルティス、新たな監督と再会から脱出し元気はつらつに巻き返してくれることを期待しています。というわけで、いかがだったでしょうか。徳島何してんのという動画だったんですけども、いや、びっくりしましたね。西矢選手の契約解除、ちょうどこの動画を作ってて、もう終盤の方にニュースが飛び込んできまして、ちょっと知らない方のために軽く紹介しておくと、徳島は4日、西矢と双方合意のもと契約解除すると発表しましたと。で、西矢選手のコメントなんですが、今回なんとかチームを良くしたいという気持ちではあったのですが、その気持ちとは逆にチーム状況を悪くしてしまうような形になり、結果としてクラブに迷惑をかけてしまい、本当に申し訳なく思っております。とんでもないことが起こっておるぞ。いや、まあ監督が解任されて強化部長が辞めるぐらいまでだったらギリわかるけど、そっから主力2人が抜けるってこれなかなかですよ。1人はシーズン始まったばっかりで引退して、1人は契約解除、とんでもないことが起こっております。さすが具象、柿谷のコメントを見る限りも完全にポゼッションに頭やられちゃってましたね。僕は正直、まあ、吉田監督の経歴も全部調べてきましたし、まあ、J2 に降格したチームとか J3 に降格したチームの経緯もいろいろ調べてきたつもりです。ただ徳島の試合を毎回追っていたわけじゃないんですけども、正直吉田監督は解任して大正解だったと思います。はい、まあ甲府とかで天皇杯優勝したりとか、柏のアカデミーでいろいろ育成したみたいなのありますけど、リーグ戦で全くと言っていいほど結果を残してなくて、もう何回も解任されてきてるんで、逆によく就任できたなっていうのが僕の正直な意見ですね。ただ吉田監督もね、こう指導がすごい良かったりね、こう人心掌握術はすごいと思いますし、まあ輝ける場所はあると思うんで、そちらで
頑張っていただきたいと思いますし、徳島ヴォルティスはここから僕絶対上に上がっていくと思いますので、ぜひとも頑張ってください。応援しております。というわけで、ここまで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんに楽しんでもらえるために動画を更新しておりますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。絶対大丈夫。